トーナメント任天堂カップハイパーボール、栄えあるチャンピオンの座を勝ち取るのは果たしてどのトレーナーなのでありましょうか。戦うか、前に入って、おっと超音波、あーっと混乱した、あーっと自分で自分を攻撃した。さあ熱いバトルが展開されております。ここでポケモンを交代します。ここでウィンディの登場だ。これで打撃攻撃に強くなりました。さあ今入れ替えたポケモンがどう活躍するか。おお、効果は抜群だ。さあこれはあまり効き目がありません。両ポケモンの間に体力の差がついております。火炎放射だ。よし当たった。ここでダウンです。今のダウンでポケモンの入れ替えが行われます。ここでドードリオの登場だ。両者とも大健闘です。いい感じです。おっと空高く飛び上がった。さあ両者とも激しくバトルの火花を散らしております。おっと地中に潜った。さあここで、おっとこれは外れ、ここでリフレクターの効果が切れたようです。熱いバトルに観客の興奮も大いに高まっております。この攻撃、これは効果なしです。これはどうだ、軽く一発。白熱したバトルが続いております。この攻撃、強烈な一撃。あー、ノックアウト。さあポケモンは残り1匹。ここでモルフォンの登場だ。これで最後のポケモンになってしまった。さあ熱いバトルが展開されております。あーっとこれは、これは有効だ。で最後のポケモンもダウンとなりました。ここで試合終了。さあ第2回戦です。
今両者が最初に使うポケモンをフィールドに出し、バトルが始まりました。まだ余裕着々、肩や疲れを見せております。ここで10万ボルトだ。よし、アットダウン。さあ今度はどのようなポケモンが登場するのか。ここで残っちの登場だ。ああ、激しいバトルです。おっと、電気だ。あーっと、麻痺してしまった。おっと、ここは動けません。さあ、両者とも激しくバトルの火花を散らしております。いったヒット、いい感じです。威張っているぞ。なんと混乱した代わりに強くなりました。両者とも大健闘です。指示が出揃って、ここでポケモンをチェンジです。ここでケンタロスの登場だ。おっと、ヘビにらみ。おっと、当たりません。ここで雨が上がりました。さあ、このポケモンチェンジで試合の流れがどう変わるか。今、両者戦闘態勢に入って、セミタック、当たった。まずまずのダメージ。おっと、皮一枚で繋がった。さあ、ここでなんと混乱した代わりに強くなりました。両ポケモンの間に体力の差がついております。ポケモンがモンスターボールに戻ります。ポケモンが再びバトルに登場します。今は相手が弱っています。これはチャンスです。さあ、この場面で、あーっと、麻痺してしまった。さあ、このポケモンチェンジがバトルにどう影響するか。おっと、麻痺して動けません。さあ、今度は、あーっと、混乱した代わりに強くなりました。肩やまだ余裕着々、肩や疲れを見せております。ここでポケモンを交代します。モンスターボールが開いてポケモンの登場です。相手が弱っている今が攻め時だ。おっと、ここは動けません。さあ、今入れ替えたポケモンがどう活躍するか。ここで地震攻撃。よし、当たった。ここでダウンです。さあ、出せるポケモンは1匹しか残っておりません。の登場だ。これで最後のポケモンになってしまった。現在のところ残るポケモンは3対1。強い攻撃、これはヒットだ。あーっと、大雨になりました。熱いバトルに観客の興奮も大いに高まっております。さあ、一気に入った。これで
残るポケモンはゼロとなりました。ここで試合終了。